ちょっと余談です。楕円の面積をどう求めるかっていう話があるんですけど、こういう楕円があって、横が A で、縦が B。で、この楕円の面積を求めましょうっていう話なんだけれど、大体ね、積分の区分求積法っていうのは多分習ったと思うんだけど、それで求めるっていうのがね、オーソドックスな感じなのかなと思うんだけど、もっと楽な方法あるよね。もっと楽な方法。何かっていうと、はい、円ですよ。円ね。で、これどういう円かっていうと、ここ通ってるね。円なので、マイナス A、A だよね。つまり、中心 O の半径 A の、円を書きました。で、円の面積はどうなるかっていうと、まあ、半径かける半径かける π なので、A2 乗 π でしょ。A2 乗 π。円はね。で、楕円は、ここに、まあ、ある直線はこういうふうに引いて、ここの長さとここの長さの比はって言われたらどうなるんでしたっけ。そうですよね。今ここが A である、半径 A である円の中に単軸が B である、楕円が書いてあるので、長さの比はこの比を踏襲します。常に A 対 B なんですよね。 A 対 B、つまりこの中の楕円は円の面積の A 分の B に凝縮されているはずなんですよ。そうすると、こいつを使って A2 乗 π という面積の A 分の B 倍ですよね。終了です。もし楕円の面積求めろって言われたら、もうこうするのが多分一番楽です。なので、元になる円を書いてあげて、その円の何分の何かっていうのが分かれば終了っていうことを覚えておいてください。そうすると積分とかに走らなくても答えだけはバシッと出すことができるんで、部分点だけでも拾いたい人は、ね、積分で解きなさいって言われない以上ね、これで解いてもいいわけだから、こっちの楽な方法をしっかり覚えておいてください。